はい。2958回始めます。えー、2958回。6月26日、水曜日入ったところですね。はい。えー、っと、原油価格がね、80ドルぐらいまで上がってきてますね。上がってきてるっていうか、今日は下げてるんですけど。はい。えー、ガソリンとか安くならないよ、これ。うん。円安もそのまんまだし。はい。ゴールドオンラインから、これは、 もう何回も何回もやってるね。ゴールドオンラインでもこれ何回もやってんじゃないかな。よく見るね。だけど何回もやります。うん。あの、段階ジュニア段階ジュニアの終焉って書いてますね。はい。まあ、もろ私ですよ。段階ジュニア。うん。まあまあまあ、段階ジュニアと言ってもいい。今日やったロストレ、ロストジェネレーション、ロスジェネでもいい。あと、就職氷河期世代とも言う。ね。段階ジュニア。あと、第二次ベビーブーマー。 とも言うね。うん。まあ、あの、1970、まあ、そうだね、1970年、71年ぐらいからかな。70年、71年ぐらいから、あのー、74年、75年ぐらい生まれの人を、まあ、主にね、段階ジュニアとか言いますね。うん。まあ、親の世代は段階の世代ってことですよ。うん。ちょうどね、段階の世代ね、あのー、来年、ね、後期高齢者に入るということですよ。まあまあまあ。 で、まあ今日のね、ロスジェネンとかでもやったんですけど、段階ジュニア、これは我々の世代、今アラフィフぐらいの人はね、ほんと大変な世代だから、何回も何回も私やってるけど、本当に大変な時代、不遇な世代ですよ。はい。いきますよ。2050年の日本では、100歳以上の人口が50万人を突破していると予測されているということで、えー、 2050年ね、100歳以上人口が50万人を突破しているだろうと言われているということで、あのーね、世界でも稀に見る少子高齢化の日本で働き生きる、ね、もう厳しい実態を見ていきましょうということで、もう人生100年時代なんて言ってね、ちょっと言い過ぎじゃないか、比喩じゃないのみたいな感じで言われてるけど、人生100年時代はもろ、 もう比喩ではない圧倒的な現実だということ、ね、タイトルついてます。うん。まあまあまあ、これゴールドオンラインちょっと長いんでね、端折り端折りいきますよ。はい。えー、平均寿命。今ね、平均寿命は女性87歳。うん。ちょっと細かいのはね、あのー、省略する。男性81歳だよと。 うん、大体ね。まあ、これいつちょっと古いかなこのデータ。女性87歳、男性81歳だよと平均寿命。一方、死亡数のピーク。ね。平均寿命は女が87歳、男は81歳だけども、死亡する人のピーク。ね。女性は何歳で死亡するのが一番率が高いか。っていうと、ピークは女性がなんと93歳、男性は87歳で死ぬ人が多いということです。 これ意外に知られてないね。平均寿命は有名だけど。ね、死亡者数のピーク。何歳で女性死んでるか。93歳で死ぬ人が多いと。男は87歳で死ぬ人が多いよということ。で、出生数は2016年に100万人,100万人を切りあの割り込んで以降ずっと減り続けて、2022年の出生数は77万人。確か2023年、去年72万いくらだよね。 うん、だからもう劇的に減ってきてるね、出生数は。うん、これ、まあ一つ覚えておくのは、あの2016年に出生数、日本100万人切ってるっていうことですね。で、直近は2022年で77万人、出生数。で、2023、去年は確か72万人だったと思う。うん、はいということです。うん 15歳から64歳の、ね、生産年齢人口、これが著しく減少し、65歳人口が、あの、増加すると、最も増加すると言われているのが2038年だよと。2038年からは、あの、高齢者の増加幅は、増加幅は落ち着いていくと。そして、その2年後、2040年、ね、日本を襲う大問題をご存知でしょうか。そうです。 段階ジュニアの終演、あ、違う違う。段階ジュニアの引退です。ということで。2040年に、いいね。ちょうどキリがいいね。2040年に段階ジュニアが引退し出す。ということで。まあ、この頃だろうね。日本。一番しんどいのが、こっから先はずっとしんどいと思うよ。2040年以降。2050年、2060年ぐらいまでの。20年ぐらいはしんどいと思うよ。だからまあ、今、 まあ、アラフィフは、だからこの一番大変な時代を真っ先に、んなんていうのかな、体験する、体感する、最初の世代、もう日本最悪期を一番最初に体験しちゃう世代が、この段階の、段階ジュニア世代っていうことで、我々アラフィフの世代ですよっていうことですよ。区切りいいね。2040年に段階ジュニアが引退するんだ。2040年っていうと、今から16年後か。16年、私に16年、あ、そうだね。うん。 あの65歳になるってことね。65歳に差し掛かっていくってことね。段階ジュニアが。2040年ぐらいに。で、こっからよ。こっから2040年から2060年ぐらいが日本は本当しんどいと思うよ。ピークだろうね。うん。だからそれに備えろっていうのは無理なんだけど、で、これ、うん。ね、お金でそ、まあ、備えられればいいよ。備えられる人。私なんかもう無理だと思ってるから。<laughs> これ。うん。はい。はい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 。 急増する社会保障士。解決策は、解決策は出ました。働き続けるしかない現実っていうことですね。もうこれはもう100%。こうなるから。100%ですよ、皆さん。ね、段階の皆さん。段階じゃない。<laughs> アラフィフ以降の皆さん。ね。これはね、もう本当と、核、もう腹くくった方がいい。 ね、今、だって高齢者の定義、今65歳以上だけど、75歳以上にしようっていう話持ち上がってるでしょうん。なるから、絶対。<laughs> 75歳以上が高齢者っていう時代来るから、必ず。うん。あと、この社会保障費の増加とかね、あのー、ま、いろいろな問題、社会、うん、あの、なんだ、あのー、解決するっていう時には、これどうするか。高齢者を75歳以上にするしかないんだから。だから、 あのー、75歳までは絶対に働かなきゃならないんです。アラフィフの皆さん,、うん、覚悟してください。これ変わるから必ず。ここ10年、15年で。必ず変わる。これは覚悟してください。ね。私はもう75まで。ま、あそれはもちろんね、体壊したり、足腰弱ったり、歩けないとかね。あの、目が見えないとかね。うん。仕事、まあ、ある 何全くできない,い病気でね、うん、ドクターストップかかってるとかいう人は別よ別だけど、あのー、動ける人、うん、可能な人は本当に75までは絶対働く時代がやってくるっていうことですよ。はい、段階ジュニアとはね第二次ベビーブーム世代のことを指しますとそうですおおよそ1971年から74年生まれであり現在48歳から52歳の方々ですと。 私ですと。段階世代。1947年から49年の段階世代の、一つ世代、うん、あ、段階世代の親のもとに生まれ、度重なる不況に苦しめられてきた段階ジュニア。ね。一つ上の、前の世代ではバブル期であり、売り手市場の中つ、勤め先を決めたものですが、 段階ジュニアの彼らは、私らは、就職河期に身を置き、そうでございます。山市証券とか潰れましたね、あの時。<laughs> 職を手にしてもなお、厳しい生活を余儀なくされました。派遣切りとかね、ネットカフェ難民,難民とかね、ありましたね。およそ20年後段階ジュニアの方々、みな皆々様が、65歳以上、 になり、生産前年齢人口が大幅に減少。社会保障費が急激に増加すると推測されています。それが、それが2040年問題ですと。ね。段階ジュニアが65歳に差し掛かる。ね。えー、氷河期世代が65歳以上に差し掛かる。それが2040年問題ですと。いうことを書いてあります。ね。 はい。段階ジュニアが現役世代ではなくなったその時、ね、日本が受けるダメージは尋常なものではありません。数が多いから。<laughs> そんな折示されているのは、働き続けるというシンプルな答えです。もうこれしかないんだから、本当に。うん、高齢者が、ね、支えてになれば無理なく支えられる。そうですよ。 俺もう劇的なルール変更。よくね、あの、韓国がね、慰安婦問題とか徴用工問題でね、ゴールポストを動かすっていうね。<laughs> いやいや、ゴールに入っただろ、今って言ってんだけど、ゴールポストが動くんだから。それと一緒よ。もう今まで高齢者65歳以上だったのが、75歳に今日からしますよって言うんだから。これ、おいおいおいって話だよね。本当に。それが、もう段階ジュニア世代。 どこまでもついてないね。我々氷河期世代は。ゴールポストを動かされるんだから。65歳まで働けば、年金もらえるべえと思って頑張ってたら、いや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 、今日から75歳以上高齢者にします。年金支給も75歳以降にしますって言われちゃうんだから、まあ、困ったもんだよね。これほんと、段階ジュニア、氷河期世代、ロスジェネ。もう、笑っちゃうぐらいついてない世代だよね。これね。ほんと我々。 もう、だから、もう腹くくった方がいいよ。これ100%なるから。本当に100。100%なる。だって、我々、みんな一斉に年金なんかもらおうってなった時、払い手がいないんだから。はい。ね。えー。ね、これ、ほんと、ゴールポスト動かしちゃうと簡単よ。うん。ね。働き続ける。んっていう、75歳まで働き続けるっていうシンプルな答えで全て解決。ね。 ね、高齢者が働き手になれば、支えてになれば、無理なく支えられる社会を迎えられると。65歳以上を支えが、支えられる側ね、今までみたいに65歳以上を支えられる側とすると、2017年、2.1人で1人を高齢者を支えることになると。2065年には、1.3人で高齢者を支えることになるんですよ。2065年には。 1.3人で1人の高齢者を支える。もう絶対無理だからこんなの。2065年。これを75歳に線引き匹変えると、75歳以上を支えられるようにすると、2017年で言ったら、5人で1人の高齢者を支えればいいと。2065年であっても、2.4人で1人を支えればいいっていうことで、もう全て解決。 ね。75歳以上が支えられる側ですよっていうルール変更をしちゃうと、もうすべて解決。もうこうするしかないんだからっていう話ですよ。はい。ということでね。まあ、まあこんなことですよ。ゴールドオンライン。ね。えー、もうどこまでも、どこまでもこの段階ジュニアついてないよと。ね。もう間もなく、ね。 ああ、向こう岸にたどり着けよと。65歳になったら年金もらえるよと。ね、私のお父ちゃんとかおじいちゃんた,たちみたいに年金生活できるよと思ったら、もう、岸が動くんだから。ね、手が届き、もうせっかくここまで泳いできたのに、もうゴールが動いちゃうんだからっていう話よ。ねえ、だから年金もらえ、75歳ゴールラインになったらこれたどり着けない人も出てくるよ、これ。本当に。 どこまでも、どこまでもついてないね。本当に、これ。もう就職、私なんかもう就職した途端に、ね、千代田生命破綻とかね。<laughs> 山市証券倒産とかね。うん。私の会社も倒産しましたよ。<laughs> あのな、社名は言わないけど、証券会社。あと、ね、東宝生命とかありましたね。うん。あの頃ですよ。あ、宅銀破綻ありましたよ。うん。ね、いうことで、も就職した途端に、 ね、氷河期世代、就職氷河期乗り越えて、就職した途端にもう金融危機ですよ。バブル崩壊。で、ちょっとしたらね、あの、派遣とかフリーターとか流行っちゃってね。うん。で、派遣入りとか、派遣、派遣村とかできちゃってね。あとネ、ネットカフェ何民、ネットカフェ難民とかね、ネットカフェ何民かとかも出てきたし。あと、なんだっけ、うん。なんだっけ、フリーターじゃねえし、派遣入りじゃねえし。 ね働けど働けどねうんまあ言葉いろいろあったねこの世代はね本当にボリュームがあるからねほんといろんなね社会的な現象、うん、事象の主役になるんですよねだから団塊ジュニア世代ね本当についてないようんはい。 これ、だから孤独死とかね、いっぱい出てくると思うよ。このアラフィフぐらいの人たちが60代、70代ぐらいに差し掛かってみると、あ、あ、引きこもりなんかのも我々の世代だね。これ問題多いのが。うん、これ、我々の世代ぐらいから引きこもりとかね、あとゲーム中毒とかね、あの、始まったからね。うん。っていうことです。まあ、ベラベラ喋っちゃった。団塊ジュニアの終焉。いやー。 終焉 <laughs>、うん、まあ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 、うん、大変よ。まあまあまあね世代であんまり区切りたくないけどやっぱりあるよね。ただまあ、うん、我々が段階ジュニアの世代、小学期世代、ね、ロスジネと言われる世代が真っ先に悲惨なねあの老後の世代に突入していくんだけど、あのー、今までの過去の日本人が経験したことのないような悲惨な老後 迎えていくんだよそして悲惨な日本ねになるんだけどもそれ以降だからアラフィフの以下の今45とか40とか35302520の人たちもよくはならないから劇的に。うんあの我々がまず最初のインパクトドーンとウエーとなるぐらいでね、うん、それ最初の衝撃がでかいだけであってそれからはズル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 ねそのなんか。 低迷する日本、ね、生きづらい日本、大変な日本、上とかね、飢餓とか、うん、まあ、なるかならないかわかんないけど、まあ、先進国、いわゆる先進国ではなくなると思うよ、日本。うん。本当に、中心国ぐらいになるんじゃないですか、その頃。2040年以降は。さすがにこれね、何か劇的な、うん。あの、大きな変革、ない限りは、日本は苦しいよ、これから。うん。 本番は2040年以降だね。本当に。我々段階ジュニアが、あのー、65以降になった時ですよ。だが、我々は65以降も働かなければならないと。ね、75歳まで働ける人は働かなければならないという、ね、時代になりますということで終わります。えー、2958回、段階ジュニアの終焉というお話し,しました。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。